車でドライブに行ってきたいと思います。今日はこの GT で行ってきます。それではレッツゴー。行かれます？ドライブはたまに行きます。どんなとこ行きます？どんなとこ行くかな、福岡行ったりとか。おお。鹿児島とか九州圏内が多いですね。そのやっぱ自然が多いとことかに行くんですか？そうですね、買い物とか自然のところに行くことが多いです。ご飯食べに行ったりとか。おお。ご飯はどこに食べに行くんですか？ご飯は今金食堂って言って、赤牛が美味しいところがあるので、そこに赤牛丼を食べに行きます。今金食堂さんです。はい。さあもうこの辺ですか？はい、着きました。お腹空きましたね。ただなんかね、嫌な予感するんですよ。人が並んでなくて。え、あ、これテキュービですね。へえ、ショック。え、はるばる来たのに。へえ、それ調べてなかった。え、これ一歩通行じゃないですよね？一歩通行。いや、大丈夫じゃないですか？だよね。今日のメインはここやったんです。いや、そうなんですよ。めっちゃ楽しみにしてきたのに。どうしましょう。いや、ちょっと赤牛は食べたいですよね、せっかくなんで。はるばるね、高速にまで乗って阿蘇に来たのに。ってことで、はい、ちょっと近くの赤牛屋さんをね、探そうかな。そうですね、はい、はい。めっちゃ景色いいですね。すごいですね。ねえ、大自然、ね、癒されますね。今金はちょっと食べれなかったけど、でもこの景色を見たらまあいいかってなります。本当に思ってます。そう思いたい。カドリードミニオンらへんですかね。そうです、そうです、カドリードミニオンらへん。なんか、うん、前ですね、うん、それ回し劇場があってるんですけど、うん、カドリードミニオン、はい、なんかそれを見に行ったんですよ、うん、でその時にお酒
猿さんがこうなんか演技をしてくれる演技、はいはいはい、なんかそういうのをしてくれるのを見に行って、はい、それ見てたらなんかすごい感動しちゃってそうでなんかもう涙が出てきてやばそうお猿さん見て泣いそうお猿さん見てなんか泣いちゃってで一緒にいてた人にもなんかこう大丈夫情緒不安定なのっていうすごい心配されたっていう今思い出が猿回し見て泣いてる人いないっすよいやってすごくないですかお猿さんがなんか竹馬とか乗ってジャンプしたりしてたんですよああそうそれがそうなんかいやめっちゃ頑張ってるなと思って私も頑張ろうみたいなそうってなんかいうすごい勇気づけられたんですよねただ確かによく思えばちょ情緒不安定みたいに泣いてたから確かにいやまあまあ感受性豊かということで、はい、いやそうなんです素晴らしいですねあ岩崎さんに入ります岩崎さんはいあ岩崎っていうお店赤牛がねめっちゃ多いんですよ赤牛がめっちゃ多いんですよ車がめっちゃ多いんですよなんで今2回言ったんですか車がすごい多いけど。おお、すげえ。ねえ。人気店なんすね。そうみたいですね。あ、来たことないっすね。初めて来ました。赤牛丼岩崎っていうところに今日は来ました。早速入りたいと思います。カレー食べてますか？カレーもね、美味しそうなんですよ。赤牛ステーキカレー。いただきます。はい。めちゃくちゃうまそうですね。美味しそう。ね。はい。美味しいです。その無言で表現する感じ。美味しい。お肉柔らか。なんかこのお味噌なのかな。はいはいはい。味噌あるか。赤牛肉味噌。はいはいはい。っていうやつだと思うんですけど、これめっちゃ美味しい。うーん。卵を産んで卵を産んでいきます。はい。卵がね、うまいですね。おいしい。うん。今金ではね、すごくおいしいです。おお。こっちはこっちでおいしいですね。うん、美味しい。すごいな。あんだけ並んでた理由もわかります。これね、うん、まあちょっとシリーズ違いますけど、そのお題シリーズで赤牛が出たときは、ぜひこんな感じで作ろうってほしいですよね。これだったら十分マジですか？どっからその自信が？いやマジ美味しいです。なんかあれですね、赤牛ってすごいヘルシーじゃないですか。はい、だから食べててもあんまり罪悪感がないので、ね、パクパク出ちゃいます。いいですね。うん。はい。めっちゃ美味しかったですね。すごい。今気持ちかもしれないです。岩崎推しですか？よかった。
ったです、こっちに来れて。どうですか、今まで作ってきた自分の料理とどっちが美味しいですか。それ比べちゃいかんでしょ。私も料理がここまで美味しくできるようになれたらいいなと思うんですけど、そんな多分作ってる人から言われたら、お前何言ってんだよって。いや、これもし作れたらお店出したがいいっす。一回その赤牛丼ちょっとやってみます。やってみますか。なんかお肉がもったいない感じにならないことを祈ってます。牛からは持ってこないでください。あ、1頭から。それもそれで面白いですけども。この後は、この後は今から大観望に行きます。はい、はい、では行きましょう。はい、お疲れ様でした。さあ、ご飯も食べて、はい、うん、まただいぶちょっと運転してますけど、山を登ってますね。この山を登った先に大観望っていう景色がいいところがあるみたいなんで、熊本が一望できるみたいな。そうなんですよ。そこを目標にも行ってるんですけど、ナビだとあと多分3分ぐらい、はいはいはい、って書いてあって網に詰めてた。今3分ぐらいって書いてあるんですけど、本当に3分でね、着くのかな。あ、でも、あ、でも開けてきた。めちゃくちゃ山ですね。ねえ、じゃ山。ちょっと運転できるじゃないですか。ふ大観望935m あるらしいですよ。935m？あの高さが、山の高さがですね。935m。何より高くて何より低いかがちょっとわからないですけど、高いのは高いです、ね。そうですね。わ、わあ、めっちゃ綺麗。巨大なカルデラの地形と広大な草原の景観の説明がここに書いてあります。もともとは約30万から9万年前にこの山が噴火これしたみたい で、それで真ん中がポコって穴が開いて、でそれが今現在に至ってるみたいです。この巨大噴火により大地が撲滅した阿蘇のカルデラ地形や撲滅した、なんだこれ、撲沈したカルデラ地形や重要な火山群阿蘇五岳をここから一望できます。背後に広がる花粉牛地形から当時の噴火の凄まざしさ、いや、そこ日本語ですよ。噴火の凄まじさが想像できます、はい、この大地に広がる阿蘇の草原は人々の野焼きと放牧で1000年以上にわたって1000年以上です。すごい、ね、すごいですね。これすね、あ、ね、本当だ。この5つここにお山があるんですけど、はいはい、その5つの形が合わさるとお釈迦様が寝てるような姿に見えるみたいです。見えますかね、皆さん。これなんか多分ここが顔なんじゃないかな。顔で体があって、体があって、確かに確かに足みたいなね。まあ、このこれが今写真ですけど、うん、まあ、実際、うん、実際こんなんですね。でも見えますね。ね、言われてみたら確
確かにめちゃくちゃでっかい人がね、寝そべってるみたいに、すごいな。ですね、山があって海もね、熊本は天草の方とかいいですよね、はいはいはい、ですね。今度ちょっとそっちで釣りとかもやってみたくないですか。ああ、いいですね。そのお願いするんですけどねでもやってみたい。釣った魚をまた料理してもらって、そうそうそう、さばいてね、さ、はい今日はここがゴールですか。今日はね、ここがゴールだったんですよ。はい、あ、了解です。じゃあアイス食べ行きますか。はい。はい、着きましたね。着きました。ツインスターっていうソフトクリーム屋さんです。美味しいんですか。これも調べたら出てきました。口コミは良かったです。おお。水曜日じゃなかった。そして。おお、さすが。学んでますね。さっきのがね。今金事件がありましたから、そうそうそうまさかのね芸術ソフトすごいですね。すごい、めっちゃ細かく巻いてある。どうなってんだ、なんかいろいろありますね。うん、行ってみましょうか。はい、930円になります。地元の朝搾り乳めちゃいろんな部品があると思う。すごいですね、新種技術ソフトです。こんな感じ、もうちょっとすでにつけ溶けてきてますけど、いただきます。どうぞ。おい、昔っぽい感じのアイス。うん、ミルクが濃厚で美味しいです。うん、もう全然芸術中じゃなくなっちゃいましたけど、一瞬でね。芸術が言えてないですけど。チンスターのアイスクリームのお店の前にバス停発見したんですよ。そしたら、ね、札幌行きが6時。何時に札幌着くんですかね、これ。だいぶ早いですね、朝が6時から出発して。でも札幌着くの多分結構遅くないですか。一日で着かないんじゃないですか、むしろ。だってこっからまず熊本空港まで行かなきゃいけないんですよね。うん、無理でしょ。東京横浜なんかバスが出てるらしいですよ。まあ本当かはちょっと定かじゃないですけど、札幌行きたい方はね、ここからもここでここでちょっと待っとってもらって、うん、アイスクリーム食べながら、ね、朝6時には空いてないと思うんですけど。ヤギもいました。あの中寝てました。今日寝てましたね、はい、さあアイスも食べたし、はい、景色も堪能しましたし、うん、あとはもう楽しかった。帰るだけですかね。はい、もう目的は全部果たしたので、今からまた車を運転して自分のペースで帰っていきたいと思います。自分のペースで安全運転で、ね、安全運転で帰っていきたいと思います。はい、
はい、ということで、じゃあ今日はこの辺で、最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあねー。手がベタベタする、なんか。